家系ラーメン、歩きましょう。おはようございます。キリタンのラーメン食べ過ぎを抑えるため、仕方なく同行する、ゆずきゆかりです。おはようございます。ゆかりさんの徘徊に仕方なく付き合ってあげる、東北キリタンです。市内の家系、全制覇も近いんじゃないですか？何度も歩いた場所でも、惹かれるもの、あるんですか？もしかして、新千歳、富山の直行便 DM してきたの、ここですかね？富山会館。なんで北海道に？北海道開拓時、入植者の3割を北陸出身者が占めるなど縁が深く、富山の地銀、北陸銀行も道内支店を複数持っていたりするんです。何気に東急百貨店見るの初めて。行くなら丸い前ですもんね。実はここ東京でいう銀座4丁目的な場所で、38年連続と北海道で一番地価が高いエリアなんです。いい雰囲気のお店。この町中華行ったことあります。学生街らしく、看板メニュー、スタミナ重々をはじめ、どれもボリューミーでした。これは、あんかけ野菜炒め、みたいな感じ？ですです。醤油ベースで卵入り、美味しかったです。そうだ、今回こそ、ルートは分かっているんですか？いえ。目的地の住所から、なんとなく導いて歩いてます。ゆかりさん。あ、見知らぬ高架下から出ないと得られない栄養を感じます。これだから、計画的迷子はやめ。いや。すごい見知ってるかも。大丈夫なんですか？大丈夫でした。大丈夫でした。まあ今回の目的地ヤイヤーヤに到着です。名前に資本系を感じるけど、武蔵屋と関係があるなんて話も。川端屋、栄治、三軒、池田屋に続いて札幌の家系は大体食べられたかな。メニューはこんな感じ。醤油味と解説付きで、家系を食べ慣れない札幌民にも優しい。今回は定番家系ラーメンをお好み普通で注文です。山盛りほうれん草が嬉しいね。じゃあ早速いただきます。さらっとしてて豚骨の出汁感強めのスープ、お初なタイプだけど美味しいです。麺は家系らしい太め短めストレート。特筆すべきはそのコスパ。700円でライス無料な上キュウリまで。この漬物がまた食欲を加速させます。トッピングも抜かりなし。大ぶりのチャーシューは燻製粉を弱めながら味がしっかり。ご飯も進みます。ごちそうさまでした。札幌では貴重な家系ラーメンの一角、今度行くときは肩こり多めで試してみたいです。では、じゃあまだ見ぬ道を歩きたくなったらお会いしましょう。え、そうそう、よろしければいいね、マイリス、ツイッターのフォローお願いします。今回のいいねはお気に入りの家系ラーメンです。それではご視聴ありがとうございました。